こんにちは、酒井です。今日は鉛筆デッサンのこの作品の公表をしていきたいと思います。これ中学生の Y 君の鉛筆デッサンなんですが、鉛筆デッサンって上達するためのコツがあってですね、ただ闇雲に描けばいいというわけじゃなくて、いくつかのポイントがありますので、その上達するための描き方のコツのようなものを解説していきたいと思います。で、まずこの作品、もともとこういうモチーフだったんですが、私が写真撮った時とこう Y 君が描いた時とちょっと時間がずれてますので、若干影が違うかもしれないんですが、まあ大体一緒なので、まあ、それを元にやっていきますが、まずこの作品ですね、結構質感とかはよく出てると思うんですけど、まず入れ方ですね。紙の中にどのようにモチーフを入れ込むかっていうのが非常に大事なんですけど、私がいつも上の空きよりも下の空きの方が若干多い方が、大きい方が構図が安定するっていうことをいつも言ってますので、それをちょっと意識しすぎたのか、ちょっと若干下が空きすぎてますね。もうちょっと全体に下の方が良かったですね。それともうちょっとこっちよりですかね、ちょっと右に寄りすぎましたかね。ここがちょっと空いちゃったって感じがしますね。入れ方、ポイントその1、モチーフの入れ方は非常に大事です。どのようにモチーフを紙の中に入れ込むかっていうことですね。で、まあこれスコップというか、それとまあ木なんですけど、入れ込む時の大事なことは、決してそのモチーフよりも小さくならないこと、同じかもしくは若干大きめに入れることですね。それが大事です。で、それからこの寸法がですね、これの寸法が若干ちょっと狂ってるんですね。ここが長すぎてる、ちょっと実際より。で、ここもですね、実際よりもちょっと細いというかですね、実際の方がもうちょっとここが幅があるんですね。なのでこういうのを描くときは、まず下に木をこう引いてるわけなんですけど、先にこのスコップのこの部分を描いてしまってから下の木片を描いてると、描くとこう続かないわけですよ、こう後ろがですね。だから後ろがシュパーンと続かないといけないので、こういうのを描くときは、だから先に後ろの木片を描きます。で、まあ角度とかはですね、モチーフの角度をそのままこう下ろしてきていいんですね。で、その角度をまず捉えますね。美大受験とか美高受験とかの時は、まあ、二点通しで書きますので、縦線はまっすぐですね。縦線はまっすぐで、若干こうパースをつけるんですけど、このパースもですね、木片チップのこのパースもちょっと若干狂ってるっていうのがあるんですけど、もう薄くですね、消すことを意識して描いていきますが、で、まずこの後ろのこれを決めた後で、この前のスコップみたいなこれをのですね、中心線をですね決めます。最初からこう周りの形をこんな風にこう描いていくと絶対間違えますから、このまず中心線を捉える、こう中心線ですね、周りから描いていくんじゃなくて真ん中を貫く線を決めます。で、このですね、なんて言いますか、カックンとなってるんですけど、もうちょっと実際はですね、このカックンとなってるんですね、この角度が。この角度が若干違ってるんですよね。なので、この中心線を描くときに、
その角度を間違えないように捉える。こう、もう詳しく書き込んだ後で、ああ違ったと思って書き直そうと思っても、もう手遅れなわけですよ。だからこの長さの割合とか角度とか、もうこの段階でしっかりと捉えておくことですね。間違わないように測ってですね、ちゃんと。ここから上とここから下が、まあ大体同じぐらいですかね。でこのこれが決まったら、あとはシャベルの柄のところもですね、これ複雑な形してるんですけど、まあまずはシンプルな形を取りますですね。でシャベルこの部分もまずはシンプルな形をですね取って、こんな風にですね、角度を意識しながらですね、まず直線的に捉える。なってますけど、この時点でよく確かめることですね、間違ってないかどうか、割合が。でここの形もですね、ちょっと若干実際とは違ってますよね。こうもっとこうなんて言いますか、こういうのを描くときはこの削れたこのここのこの形なんですけど、これそのものの形というよりは、削れたこの部分ですね、この部分の形をこう見る方が意外と形が取れたりしますね。中心を貫く線を元にちょっと周りを描いてみましたが、この時点でこのこういうカックンカックンカックンとなるこの角度ですね、これを間違えないように捉えておくっていうことですね。それからこう曲線的に描いていくのは、その直線的に描いた後にちょっとこう丸みをつけていくような感じにして、まずは直線的に捉えていく。でこれの形が大体取れたら、後ろのこれのいらないところを消していきます。その後こうやってですね、こういう順番で書いていきます。そして後ろがスパーンと続くわけですね。でこの光ってる金属の質感とかはよく出てると思うんですね。まあ、中学生で初めてこういうのを描いた割にはよくできてると思います。で、まあ、大体の形が取れたらこう質感を捉えていくわけなんですが、それともう一つですね、ポイントはですね、この木のこのパースですね、それが、まあ、少しまあ向こうに行くに従ってパースがついてこう小さくなってるっていうのがあるんですけど、ここのパースがちょっとつきすぎてるんですね。ここがですね、ちょっと極端になりすぎてるので、まあ、この程度、少し若干、この程度ですね。平行に描いてしまうと、これが向こうに広がって見えるんですよ。人間の目っていうのは。なので、若干向こうに行くに従って、こう小さくなるように描くんですけど、それはまた改めて立方体とかで、ちゃんと言いたいと思いますが、チェックしないといけない箇所は、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、チェックしないといけないんですね。それちゃんとパースがついてるかどうか。それを確かめたら、面に沿った
陰影ですねをつけていきます。こんな感じですね。まあ影も同時に描いていっていいと思いますが、まあこんな感じですね。まあ影のつけ方はよくできてるんじゃないかと思います。まあだんだんここに近づくにつれて濃くなりますし、でだんだんぼやっと薄くなりますよね。もうちょっとこう実際は影がこうあったんじゃないかなという感じもするんですが、まあだいたいそんなところですかね。なのでもう一度要点を繰り返します。ポイントその1、紙の中の配置に注意。これは何の絵を描くときでも基本中の基本ですね。ポイントその2、モチーフと同じか若干大きめに描く。決して小さくならないようにですね。はい、ポイントその3、今日のようなモチーフを描くときは中心線をまず描いて、中心線の長さと角度を正確に捉えておく。後から間違ったと思ってももうダメですね。ポイントその4、形はまず直線的に捉える。角度などを考えながらですね。ポイントその5、パースに気をつけて。これは結構まあ練習が必要ですけど頑張ってください。今日は Y 君の鉛筆デッサンの好評と制作のポイントを説明してきましたが、参考になりましたでしょうか。参考になりましたら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また下の説明欄には当教室のホームページアドレスやブログのアドレス、また私の作品サイトのアドレスも貼っておりますので、よろしかったらそちらもぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。さようなら。